別に170のラインって割と緩めじゃない普通ラインやんなんでそれで怒んのか分からへんよもうえ、この人は何をされたる方え何をされたる今はあの無職をされたる方でございますその人にね共演 NG 食らってるらしいんですよはい、私の売りは下品さと父のデカさでよろしくお願いしますレベルがさ合ってる同士で慰め合おうや傷のなめ合いって気持ちいいよ高いところ見たら辛いから俺たちはーい何でお前が知っとんねんプロなんだこのいやいや逆になんで私が知らんと思ってどんな進歩見てきた 別に170のラインって割と緩めじゃない普通ラインやんなんでそれで怒んのか分からへんやもうしかもそう167のセレブはええって言ってるやん金があったらさそんなんどうでもええって言ってるのに私はな優しい方よなまあ、それでもな弱者の皆さんはやっぱりコンプレックス刺激されて泣いちゃうのかもしれないけどでもね世の中の一般男性いや一般男性一般女性双方の意見としてそこで足切りされるのが普通です申し訳ないです ラインなんで、田中は働いたことある、でもバリバリめっちゃ社畜してたんで。働くことに関しては、まあまあうるさいですよ。そう、女の人やって年齢で、いや三十以上は無理みたい。な低く,くせになん、でお前自分が百七十以下で引かれたら、怒ってんねん、ちゃうやろ、そこは。実際のハードル、もっと高い人もおると思うしな。百六十センチの騎士とか、覗き見感覚で、姫が打たれちまうよ <laughs> <laughs> は。そう、建築の設計をしてました。 はいえー、163ですけど妻子供のために身を粉にして働いております偉いやん163やけど嫁子供もいますっていうことはその人がしっかりと頑張ってたり稼いでたり性格が良かったりってするところがその弱点を打ち消してるってだけやからなだからお前性格も悪いチビがさいや俺俺はちっちゃいけどみたいな言うのは違うでもっと磨け、まあ、今身長とか関係ないんじゃん結局金でしょとは言うけど、まあ、金があったら別にいいけど身長もやっぱあればあるほどいいよな 130兆円だから政治の壁取って身長高くしてキャリーするのか政治の壁で足りるかなあちなみに建築士はあの2級が実務がね6年いるとかで取れてはないですねなんか1年くらいしか働いてなかったんですけど設計士はストシックスで世界大会優勝して1億のおんないなら来はないですかなれるんだったらなりたいけどなれると思うか鉄拳ですらさ相当頑張ってさ微妙な位置やったんやけんストリートファイターをさクソ今から頑張ったところでさ上に行けるわけないからなそんな簡単に考えてないよ 格言むずいからなはいえー、っとタンさんってプロライセンスは持ってるんですか持ってないです鉄拳のプロライセンスっていうのは他のゲームに比べて、あのー、取得の基準がめちゃくちゃ高くてえー、200人規模くらいの大会で優勝した人を1人にだけ与えられるみたいなのがプロライセンスなんですよだからんプロライセンスを鉄拳で取るには相当強くないと難しい私はそのプロライセンス大会で一番良かった時でトップ16くらいかな 詳しいねもともと鉄拳のプロやぞお前何やと思ってんねん <laughs> 誰やと思ってんねんえ鉄拳女子は元ヤン率高いですか元ヤン率高いというかヤンキーが鉄拳好きやからヤンキーの彼女が鉄拳好きって感じやなだからえじゃあプロ全然いなくないですそうだから鉄拳はプロが少ないんやけどでも、えー、と最初の8人だけ推薦っていうのがあったんかな推薦でなった人も何人かおるでそれから以降は全部大会で勝った人だけって感じだから少ないよ そうだから、私みたいなのは、ライセンスプロじゃなくて、スポンサードプロって感じかな。ライセンスは持ってないけど、スポンサードはされてるからプロっていうくくり。で、剣はバンダイナムコでございます。え、この人は何をされたる方え、何をされたる今はあの無職をされたる方でございます。いやで、ほんまに詳しいなって。だから、プロゲーマーやったっってるやろ。んやと思ってんの虚言やと思ってんのそうで私は、もともとはそう、ね、みんなも知ってる、レッドブルさんとか、あのサイクロップス、アスリートゲーミングさんがスポンサード。 どしてくれてた？日本国内女性2人目のプロゲーマーなんですよ。で、弾痕特別鑑定士も一応あの副業としてやってますね。switch の収益公表しました。えっ、ー、と先月がだいたい20万くらいでした。先月がだいたい20万くらいでした。ありがとうございます。今、プロの無職をやらせてもらってます。ありがとうございます。えそう、あのさちょこれもう今やからさ。もう言っていい？今暴露したいことあるんですけど、いいすかいいいすか？あのね。 一人目のプロゲーマーの方っているじゃないですか。私、プロになってすぐくらいに共演したことがあるんですけど、その人にね、あの共演 NG 食らってるらしいんですよ。一人目の方。いや、ほんでさ、まあなんか、いや、嘘、まあ、嘘言うなよって言うと思うやん。でも、なんだっけな、え、それさ、ああ、これ、いや、名前出してもういいか。名前出してもいいよな。なんかさ、梅原さんに言われて。あ、共演 NG らしいね、みたいな。でも、田ぬかなは悪くないから気にしないでいいよって言われた。<laughs> そうやで。 多分やけど、その、最初に共演した時に、なんかね、ようわからん格ーをやって、私が買ってん。そっから共演時されたっぽいな。まあ、やっぱ負けたからか知らんけど。てか普通に、いや、しょうもなくない。いや、普通に何もしてないよ。でほとんど喋ってないし、共演して、もう買っただけ私が。それ以外はもうわからん。他に何かあったかは知らんけど、で、周りになんかさ、あっちはめっちゃ練習させてもらってたのに、私はしてなかったみたいなことを、イオルっても聞いた。そんなことないんやけどな。わからん。もうなんでかは知らんよ。 え、ちゃ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 、あの、それじゃないだろうじゃないねん。それ、私がプロなった時から、共演 NG。ほんまに、プロなった直後で、その仕事の後あたりからずっと共演 NG なんよ。だから人権の件とかじゃないねん。いや、これでな、もう私は、うわ、この業界、ほんまって思ったよ。マジすぐくらい。炎上してからじゃない。昔、昔。だから何年だろうね。えー、2019年とかかそう、以前どころじゃない。プロなってすぐくらいだからな。ひどくない別にマジで何も喋ってないのに。な。 でだかかららそれからはっって思って思るよ。まあ、これ言って梅原さんちょっとやめてよってなるかもしれんけどまあごめんなちょっと今もうほんまに何でも言っても言いたになったから梅原さんはあー確かに共演の g らしいねみたいななんかね梅原さんの配信かなんかで歌歌うみたいなやつあったやんカラオケかなんかでその時になんか来ないんだみたいなことを言っててえー、なんか、え、共演の g なんすかって聞いたらららしいねみたいなこと言ったそうなんよ しかもなんか、まあ、これはな、ほんまかわからんのやけど、なんかさ、一時あのー、その人のリストが見えるみたいなバグがさ、ツイッターであったときあったやんか。わかるその、なんかリストの中に、私と初音ちゃんが入ってるリストがあったっていうのを、なんか垂れ込まれたんやけど、これはほんまか知らんよ。ほんまか知らんけど、ガチ怖いと思って。うわ、これはと思いました。やはりかって思った。まあ、のリストか分からんけど。バリ怖くないそう、多分多分そう。いや、まあ、なんでか分からん。 えちょっとねそこらへんもちょっと話してみたいですねなんか出てくる機会があれば本当にキョンエヌジしてたって本当ですかって聞きたいねえけんもの獣ち行きますそう対談してみたいんで誰かのオファー送っといてくださいよ私から DM 来たら多分無視されるからえ逆に田中君キョンエヌジリストとかあるのいやないよ私はないゲームタイトルどれにすんのやろ今だったらじゃあもう <laughs> でもアームズとかアームズとかもう誰もやってないっしょ まあシンプルに多分嫌いだったんだと思うんやけどでも当時だって私何歳23かとかやんひ,えひどくないと思って普通に、まあ、まあ嫌いだとしてもやん嫌いだとしてもさそんな早く着るみたいな,なすまんさすがに発明に行くわ、まあ、それはいいよだからそ,のその人は私と初明ちゃんが多分嫌いだったんじゃないかなと思うなんか初明ちゃんもその人と大会で大会かな,なか配信かなんかで当たったことあったらしいねんな なんかその配信の戦いの内容はつみちゃんが買ったんやけどその動画をなんか消されとったりみたいなとかがあったって今聞いたことあるこすいやん普通にリ,あリッキーは今日は NG ごめんななんかそのやっぱり自分の仕事を脅かす競合が出てきたらもう潰しにかかるんやなと思ってプロやなと思ったえ普通にさ意味わからんかったなんか失礼で働いたわけでもないしねえで競争しますかしますかいいですよ はつみちゃんとはプールに行きました。そう、一緒に盛り上げようじゃなくて、邪魔やけん潰しとこうってなるんだろうなって思った。梅原さんはほぼ関係ない。なんかその話を知ってて、ああ、みたいな。まあそう、私はもうボルデモードになったし、結果的に正解で、はい。正解だと思います。はい。あ猫とん、猫とバナナってう猿とバナナか。猿バナ。こんばんは。あ、でもね、その、梅原さんが言う前から、まあ聞いてはいたんよ。なんか、ちょっとなんか NG してるっぽいね、みたいなのは。 まじわっとは聞いてたけど梅原さんがそのイベントの時にそうやって言ってたからあーもうこれ確定なんやってなった確かにまあ一緒の仕事をそれから一回も来てないからそうなんじゃないかなとは思うわお前嫌い、まあ、嫌われる感じのあれはしてるんで、まあ、覚悟はしてるんでそれは大丈夫嫌いか好きかっていうのはみんなもうそれぞれやからでも嫌いやけどやっぱりこうやって見てくれるっていうところが私はとっても嬉しいですまあそんな感じなんで皆さん気になったら調べてください でも、トツとかはやめてな。なんか、それはさすがに、みんな捕まるっていうか、訴えられたりとかしたらだるいから、か普通にショックやね。え、昔のタヌカから尖りまくってたっけ別にそんな尖まあ、その、ミルダムで配信しようときは尖っとったけど、そこまでじゃない初めの方が可愛い。もうそんな、分かっとること言わんといてくれる初めちゃん可愛いだろ、普通に。え、いいねん、別に。そこで売ってないから。謎面は可愛いよ。謎面はほら可愛い。ちゅえ、私の売りは、 テマさ,さ,さんはちょくちょくなんか LINE くれてたねでもまあスコ考慮あるってほどじゃねえわえ炎上する前から今の感じっすよなんかミルダム時代のリスナーはあいつもの感じやなと思ってるよ収入激減しましたかしましためっちゃしましたほんまにしましたつら <laughs> <辛>い <laughs> あなんで今ちょっとこうやってねいろいろ暴露とかすることで小銭を得ようとしてますねコスヨンナです カメラの位置下げてほしいやつ多すぎへん。分かった、俺が上がる。はい。はい、えーっと、いや、ちゃう、ミルダム時代のリスナーおる、おる、おる,おる、おる,おる、ほんまにおるよ。30人、中に潜んでるから、ほら、手上げて。ミルダム時代から見てました、手上げて。えいっぱいいるから。ほら、ほら、え、からしマヨネーズ聞いたことないぞ。ちょ、待ってよ。キックさんはおったと思う。ラグノスさんもそうやし、でも、トールさん、どうだろう、おったかな。ラスジーもおったし。 私が名前覚えとる人があんまりおらんかもな。え、ちょっとで結構おるだろ。あ、確かにでもそうやな。雑談時代だったらよくおったな。じゃあ、私のゾンボイド配信見てたやつおる、おるよな。ストライプからの服なんか着ちゃってよ、素敵やん。頼むから、あしたも、同じの着てくれ。ちゅいや、キモいけどいい。いや、ちょっと好きだよ、キモいけど。あー、確かに、ガレーソさん出身は、肩見せばいいね。最近や。新さんやで、ほんまに。 ゾンボイドになななったたらししてまますみませんあこれはほんまのやつじゃないなミルダム時代は別に身長特に何も言ってなかったからなムキムキだったらいいしか言ってなかったよな棚橋さんかっこよすぎる大抵とかそれしか言ってない棚橋ふうえー、炎上して常連の人減ったりしたいや常連の人いやいやいや, <laughs> いやむしろまあ増えたしかないからえーっと炎上以降どうせつ増えましたかもうめっちゃ増えた見てこれ私アベレージ30人くらいだったんやけど今1888おんねんぞ 成功すぎるやろ。最高です。好きです。あ、竹がれ、竹がれから来た。ありがとうございます、新さん。棚橋さんめっちゃ好き。マッチョだったら、私は結構許すね。あ、岡田和かも好き。好きだよ。あとね、あ、なんかもう一人、ちょっと今ちょっと名前飛んだけど、もうちょっとこう、若手で、なんかいい感じのプロレスラーの子おったんよ、そこら辺で。ちょっと出てこうへん。え、なんちゃったかなえ、めっちゃいいやん、この子みたいになった子おってんけど。 えーっとないとって,って違う違うなしみけん違う違う違うえあのプロレスラープロレスラーでおったなんかちょっと若めでイケメン系の子ったあそういぶしいぶしこうたいぶしこうためっちゃ好きですはいボディビルあのねボディビルダーよりはプロレスラーがいいなんでかっていうとボディビルダーはやっぱり綺麗に見えるために肉がなくて筋肉ばっかりじゃん私はある程度肉もついたプロレスラーのムチムチエッチな感じが好きなんですえ分かってちゃうん なな、なんか若いな思ったけどなえ、え、四十私絶年下やろとか思ってたのにてれまあまあその、ごめんなわがまま言ってごめんなお前らみたいなひょろひょろのちっちゃいホビットで私も我慢するわじゃあ,しゃあお前らで我慢してるわああ悲しいわ、はあ、新さホビットは小銭を投げろ <laughs> かけうどんありがとうケーキの棒を持って囲んでやるよ昆布をやめろコンボ いやほんまにまあもうそのレベルがさ合ってる同士で慰め合おうや傷の舐め合いって気持ちいいよ高いところ見たらつらいから俺たちドベイン・ジョンソン好き好き好きはい新山ホビットです1 7えな170以上あるやつはさそうやってマウント取るのほんまにやめてあげてほんまにここ170以下いっぱいおるからなんでそういうマウントの取り方すんのうそういうやつはいらんマウント取ったらここは傷を舐め合うだけの場所 はい、あもう170ジャストも別にマウントやからもうやめなそこに言及して人を傷つけたらよくないよやっぱね人の気持ち考えて発言してたんだらそういう発言って人のこと考えてないっていうか傷つけるやんかわいそうに <laughs> まず棍棒で足を潰すは <laughs> あそ<ー> <laughs> いや人のことをそうやって傷つけるのよくないと思いますどの口はいどの口 もういいことしか今ほら178でごめんなさいとか言うやんバンするよほんまに私は弱い人に寄り添ってるからほんまに人のことを考えて発言ですね勉強になりますそれでみんな人の気持ち考えたってないや160やけど166自称はさすがにバレてない <laughs> それバレとるでかわいそうになうわちょあもうサルバナナおいこれサルバナナバンでお願いしますちょっと178しかないですやってこれ民意でバンやな人狼やったらマジ 何怪しいとこなくても一瞬でお前は釣られてるで。じゃあそのさ、言ってないだけで170以上の民もおるやん。でもそいつらはみんなの気持ち考えてそういうこと言わんのよ。それがさ、もう飲んでりの奴らが俺175みたいなことを言い回るからみんな肩身が狭いんよ。かわいそうに。こんなことすんなよ。人の気持ち考えろ。え、初めて見たけど正直面白いと思ってしまった。あ、センスあるよ。パイン。ペインか1 1 5に 最近母親と連絡は取ってますか取ってますなんかあの私のさその昔配信で言ったさミラーの軽自動車を買った車屋のおっちゃんが昨日かな亡くなったらしいってなんかお葬式いいかなっていう話をしよった今日えちなみにさおかん背高いんよ私おとんもおかんも背高いんよでも やっぱその小中でさゲームばっかりしてすごい夜更かししててさ多分それで私は背が伸びんかったんだと思うからまあ今まだその成長期の人らはちゃんと寝てご飯食べた方がいいよちなみにシラフで喋ってます酒飲めないんで身長なんてさほど重要じゃないから気にしなくていいと思う <laughs> お前誰誰がじゃあお前そんなマウント取らんでやれやひどいやつやではいえー、日本人の平均身長が1 3 8ンチだから1 2ンチ1回の俺は肩身狭いんや て言うけどな、なんかみんんんななちゃんとした測り方って知ってて知るなんかねこう上下を当ててさ下腹肉あるやんかそれをこうギュッと押し込んで骨に当たるようにして測るのが正しいらしいねんそれで測ったら君の長さも多分1 5センチくらい長くなるからそれで自信持ってこう何でお前が知っとんねんプロなんでこのいやいや逆に何で私が知らんと思ってんのどんな進歩見てきたと思ってんの 男はさ、自分の唇くらいしか見たことないくせに、なんか自分が唇について詳しいと思ってるやつ、多すぎないよ、マジで。女の方がいっぱい唇を見とに決まっとるからな。お前自分の唇基準で喋んな、ほんまに。あ、何のプロゲーマーやったん鉄拳っていう格闘ゲームのプロゲーマーです。もうなんで誰も知らんのなあ、鉄拳知らんのなんでなひどくない格闘ゲームです。格闘ゲームのプロです。チンは連呼しないで。嫌です。嫌でーす。 銭湯で見るなんてさ、立ってないやろ。そんなんなんかそのちょ、見え張ってさ、若干半立ちにさせたりするはあるけどさ、そんな臨戦態勢でビンビンで銭湯うへんやろとこは。見たことあるんお前、臨戦態勢の嘘っじゃないから、そんなんで語るな嘘っ AV で死ぬほど使い込まれた嘘っ見てきたわ。な <laughs> めんだよ、ガキが。はい、はい、AV の嘘なんて、AV 男優の綺麗な嘘なんで、そんなんで一般男性の嘘この平均が分かると思ってるお前がガキじゃ。あほ <laughs> 勝てると思うなよ。いやいやいや。 銭湯では男は見え張って半立ちにするし、火星やけど見え向きして、顔向け取る風を装うやん。え、なにお前ら逆に見え張ってんのなんなんするやん。はい、素直にやってる人手挙げなさい。絶対やってるやん。そんな、いや、そんなんせえへんしとか。嘘嘘、嘘嘘。ほんまほんま。ほんまほんま,ほんま。ほら、見え向き。だから見え向き。ほらほら、してるしてるしてる。ほら、してるしてるしてる。はい、やってまーす。はい、やってまーす。見え向きはマナーなんで。 で、見え向きでちゃんと調べてみな。銭湯とか行くときに、あの、顔かぶっとんが恥ずかしいから、見え張って向くことを見え向きって言うねんで。知ってるかそれくらい一般化されてんねん。逆に見え向きしとけよ。その方がなんか、清潔感あるわ。ほらほら、形がよく見える角度も意識してる。そうやで。え、方形が清潔感ないみたいな言い方すんなよ。ないやろ方形に清潔感。もしかしてあると思ってます調子に乗るなよ。どこに清潔感があんねん向いとけ、そこは。 えー、初見です勉強になりますそうやろ誠意の勉強していけ <laughs> タオルで隠すのがマナーじゃないんですかいや逆になんかそのタオルとかはこう型にかけて自身を強調していくんじゃないえ見え張ってない堂々としてる方形逆にちょっとかっこいいかあるうーんまあ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 いや逆にまあ確かにすごいなみたいなそのままの自分ありのままの自分で生きていくんやみたいなえでもさ 銭湯に行くのに気にしまくってる方がはずいって言うけど、まあ、やっぱり見てまうやろだって女やってさその銭湯とか行ったらさあの人おっぱい綺麗やなとかって見るやんで自分のおっぱい散らみたいなうんみたいなまあ勝ってる負けてるみたいなをちょっと気にしたりするはありますやばかな私だけだったらごめん私はあるあいつおっぱい綺麗なでかいなみたいな,たいなうーんっつってありますなあ多分俺は見えは張らねえけど股間のテントは張ってる時 <laughs> あそう,そうですかあそうですか 早く撤収してもらっていいですかもう時間なんでえーっと入輪のサイズどれくらいちょっと測ったことないけど今度測っとくわ分かったノギスで測っとくから送ってくれ <laughs> おいシングルサイズってさあ私が言った言葉やんパクんなよお前シングル CD サイズはいえ虚偽報告怪しいので DM で証拠写真待ってますいやいや待って証拠写真なんてそんなものよりも実際あった方が早くない来いよお前オフラインでイベントするとき来いよ 全員チクビ見せたるからなそしたらちゃんとちゃんとみんなで「田中さんの乳首はサーモンピンクでした」って書けよ掲示板全部書きに行けよ僕オフラインイベントで見せてもらいましたってちゃんと書きに行けよそれでないとほんまにようわからん掲示板に「田中の乳首黒かった」って書かれるからなみーちゃんどうした、はい、写真は NG で拡散されるとちょっと困るんでちょっとやっぱ現実でお願いします え、あかんてちょって猫も止めに来た。いやでもごめんな。みーちゃんのご飯代稼ぐためにな。わいの乳首見してくるけんな。かわ乳首黒は人権ないんですかいや別にさ、黒の乳首っていうかさ、なんか色が茶色とかの方が興奮するっていう人もおるやん。男はさ、その性の懐って深いから、何でもエロに変換してくれるからさ、これくらいの売れ乳首がいいみたいな。生々しさがあって好きみたいな。それは人それぞれじゃない はぬかな鉄拳をくろうって報告する死。死ぬか、お前。死にたいか喧嘩売ってるオフ乳首なんかいらんから猫連れてきて。えー、じゃあ、どの子がいいかちょっと指名してもらっていいですかこれはね、みーちゃんでーす。みるちゃんでーす。今、ゴロゴロです。はーい。ゴロゴロやんな。は<う>ーい、どうした <laughs> <laughs> は,いはい、はい。かわいいやろ。みるちゃんでーすそう。みーちゃん、かわいいよ。 めっちゃおしゃべりする子この子が一番しゃべる子他にも4匹いますえー、猫って家へ帰った時寄ってくるのえ,かえめっちゃ寄ってくるよ死ぬほど寄ってくるよまあ私はずっと家におるけんあんまり関係ないけどな外出ませんなあみーちゃんだいたいこんなに家でおったってこんなに寄ってくるんだよもうかわいいよえ19歳童貞焦った方がいいですか全然焦ることないよ多分素人童貞めっちゃ多いと思うよこの配信何歳何歳素人童貞書いてみ 26。26はまあまだいけるな。卒業平均20。18。あ、40、40きつい。あ、2、35。35。45。安心できるな。ほら、安心できるやろ。これで安心しな。素人童貞とは。あの、お店は行ったことあるけど、ただで女抱いたことない。普通にコミュニケーション取って、彼女作って、女抱いたことないやつは、素人童貞。 <laughs> こんなん成り立たないから <laughs> 安心できへんやろ。じゃあこんなん成り立たないんやったらこんな配信で喋っとる倍ちゃうからなほんまに。こんなところでそんな言うとる倍ちゃうからなほんまに。もうちょっとまともな配信見に行けよ。でも素人言うてもさ、1ヶ月頑張ってさちょっとお金貯めたらさ、ほら1回くらい行けるっしょ。いやな、出会い系アプリ使えばすぐ行けますよって言うやんあの。弱者男性って出会い系アプリですら会えてないからこうなってるんですよ。出会い系アプリで会える人っていうんは、はいはいはいごめんね。そんなやつほっとけて。はいはいはい。 ーーアプリで出会える人っていうのはコミュ力高いよメールとかもそうやし DK で会えとったらここにおらんけんな DK アプリ作ったら会えるんちゃうんはあおりやで会えるもんお前だけやからな言っとくけどああそう雰囲気を作るっていうのはいいねそうだねえ田中さんこの間お世話になりましたあいいえこちらこそあのーまあ、この前あのホテル行かしてもらって、まあ、2.5万だったんでまあちょっとそこそこのサービスだったんですけどあの喜んでいただけたようで何よりですはい ね私はあの「個別2.5」っていう別の呼び名があるんでよいしょ田中の炎上で終わりかと思いきや人気獲得してて笑ったそうやで視聴者めっちゃ増えたからなその面白がってる人が大半やけどでここから信者を育成していって最終的には100人くらいの信者を集めて宗教みたいなんを開いて毎月寄付みたいな感じでお金を取れるのが理想だよな信者育てていこう太めのそう育成中今人気配信者になってくれ慣れたらいいんすけどね 頑張りますわ、えー、100人くらいに月1万見つ献したら余裕で生活できるそうやん月1万月1万でいけんねややっぱ信仰宗教立ち上げようかななんか儲かる感じのな,あなんかそのい,いい感じの名前考えてさ OK 信仰宗教ちょっと立ち上げますわいつかあまあサブスクしてる人はまあまあまあこれからもうちょっと育てていかんとなえいや鎮突1本1000円でやってるからチントツだけじゃきつい 50くらい太客いるかなあでもそう、え、オンラインサロンってなんか、きな臭いよな。まあ、またこれも偏見やけど、オンラインサロンとか、詐欺の巣窟だと思ってるから、私は。本当にとつやってます。しかも、このリスナーの中に、田中さん、僕82点でした、ありがとうございます。とか言って、んこでもマウント取るやつが現れてきて、混沌としてるよ。もうほんまに、お前ら、マウント取りすぎ慎重でマウント取って、慎重でマウント取って、かわいそうな。 一周回って好きになりました一周回ってねはいほら,ほら89点大学生とか名前まで変えてきとるやんそう89点すげえいやでもまあ最高点は外国人の95点が最高点かな今んとこ私のメインコンテンツは鎮突採点やから鎮突でもらったお金は動物愛護団体協会に寄付をしてますでもこれでまた鎮突増えるんだろうなはあ分かったかわいい 最低が25点です、ねえー、とお金中抜きしないの言うてね1人1000円やから、まあ、大した金になら,んら事前事業としてやってるから、まあ、1本1万でやってたらさすがにちょっと中抜きするし中抜きしまくるけど1000円やで小銭やからな1000円払えば動物愛護に寄付できる上に見てもらって採点までしてもらえる神コンテンツやで激安やんで今日のしこるネタにとりあえず見てもらって採点してもらったらいいんじゃないっていうぐらいの。 軽軽やかな軽やかかななおお待ちしております女の子の場合はパイトかなちょっとマントツは私も、まあ、さっき言ったあれでさ女のまあマッに関しては見慣れてないからあんまりいい採点ができんと思うからパイトかなリピーターおるけどでも2回目採点はもうできんからさただ見るだけやでまあリピーターはもうただの寄付やなでそうやでここって意外と健全なんよな そうなんかリスナーもエロ目的のキモいコメントも来るけど10分の1くらいやんおもろいコメントがやっぱり多数を占めとるから健全やでやっぱりちなみにファンティアで水着とか儲かると思う儲からんねん儲からんねんいやごめんちょっと儲かっとう人おるよけどなんか私レベルだとやっぱ厳しいって言われたよドグラさんにいやたにかねえとちょっと厳しいと思うよ行って月5万とかちゃうって言われてもう月5万のためにそこまで出きへんわさすがに。 悲しいよ。俺が生きていくにはやっぱりツイッチしかねえってこと分かった、ここを大事にしていくわ。ドグラサンドファンっていうの,の方が確かにも,も <laughs> 儲かる可能性。あるし、ムカつくな、ほんまに。だる、ああ、だる。ガチ切れそう。田中という知名度がなくならないうちにやった方がいいぞ。えでも、水着するんやったらさ、今ちょっとさ、なんか、若干下腹出てんねんな。それをどうこうするところから始めるとなると、ちょっとめんどくさいなの。もう。 この年なったらな、肉落ちんのよな。顔の肉は落ちるくせに腹の肉は一生落ちんからな。しんどいねんな。いや、あった方がいいって。いや、でも、それをじゃあ写真として出すやんか。ほら、お前らはその一発抜くためやけん別にいいと思うけどさ、それが未来英語を残り続けて、たぬかな下腹やばみたいな書かれ続ける身になってくれよ。お前らって一発抜いたら、うわ、なやこいつ、体きたなって言って、見えへんくせにさ、そうやっておだてて、いやもうおだてるんはいいことなんやけど、そういうことばっかり言って、誘導すんな。 誘導すんなほんまに誘導されるからこっちもえ下腹エロいってほんまみたいな分かってんだよおだててんの分かってんだよしかも乗ってしまうあたりちょっと自分の性格がちょろいからそうまあフォトでそうなんとでなんとしてもいいんだけどえー、っと今なら人権問題の田中太一でとかでもう少したつとただの普通よりの部数さになるぞ普通よりの部数が自分に帰ってきて刺さってつらいんやけど <laughs> いやでもなそうでもすでにさもう私30やけんさ まあちょっと痛いおばはんっていうとこにまあもうなっとるやん。こっからはそっちに行くんはさ、なんかさすがにもう最後のあがきすぎて自分でもちょっと辛いとか。ふう、何やこいつ。俺なんでこれで抜いたんやろ。そう。お前らそうなるくせに、そうやって踊ってるから。抜いた後はさ、なんかうわ、何やこのブスみたいな感じにしてくるやん。ずるいよ、そんな。おばさんがしぶしぶ脱ぐとこみたいやん。死ねよ、ほんまにボケ <laughs> <laughs> そうそうそう。どれくらい残るかっていう話やから。 もう自分でも分からんやん1か月後もなんか人おらんかもしれんしさだから今も自分でも探り探りやもんだからまあどうなるかわからんえー、っとホビー賢者を量産するコミュニティで量産したらだってさ「たぬかな抜きました」とか言うけどさ抜いた後も出てペッてさもう動,画何動画なり画像なりペッて消してさその後うわこいつやっぱブスやなとか言うやんお前らよしじゃあここら辺にしときます22になるんで いや今日はもう満分してもらうんでお前らにもう興味はない妹たーに満分してもらうんじゃんお前らみたいなゲームもな弱いな弱者男性にはなもう興味ない興味ないやった嬉しい気持ちよく満分してきます